私はソラ、精密機器の設計会社に勤めて5年目。エンジさん、おはようございます。おはよう。中途の新人さんって今日からだっけ？その日の朝礼。今日から出勤してもらうわさびさんだ。よろしくお願いします。これ地声です。作業士からの転職ですが、これまでのスキルを生かして頑張ります。よろしくお願いします。設計部のエンジです。わさびさんはここの前の職場では何をやられてたんですか？せっかく業や処分で数年間ピケ。わさびさんは営業部の配属ということで。設計部です。え、私設計部の配属でお願いします。でも CAD の扱いとか資格とか勉強しますので設計部がいいんです。結局社長が押しまけてわさびさん設計部に配属されたんだって？聞くところによると、彼女うちの関連会社の社長令嬢らしくて。なるほど、それであの自己紹介か。私の父は現社長と昔から交流が深くって、随分と面倒を見てあげているなどと私にも話してくれます。資格もなく完全なる未経験。当然彼女にできる仕事は少なく。ちょっと、ここのセルいきなり持ち化けしちゃったんだけど。これ CAD の入門書なんだけど、少しずつでもいじってみてもらえたら。そんな分厚いの読む時間あるわさないじゃない。それよりこの書類、ソラさんとコーチさんでちゃちゃっと制作できるわさよね。はい。いや、勉強するじゃなかったかい。元事務職なのにエクセル関数もまともに扱えないって。さっきはモナチューブ見てたよ、あの人。できること少なくて暇なはずなのに忙しいポーズしてばっかりだし。社内でも徐々にわさびさんへのヘイトが溜まりつつあった。そんなある日、発注先の工場でパーツの仕様変更。こちらももう海外の業者に発注かけちゃってんですよ。困るよ。ただでさえ部品不足で業界全体が困ってる時期にね。申し訳ございません。こちらもなんとか代替部品で補えないか改めて検討。わざわざ輸入なんかしないでサクッと作っちゃえばいいじゃないですか。工場でしょ、ここ。ソラさん、お宅の会社そんなに人足りてなかったっけ？なんでここまで何も知らん人に現場来させてんの？大変失礼いたしました。この間入ったばっかりの新人でして。似たとこ新人って年でもないでしょうに。ちょっと今回の件は保留にさせてくださいね。てなわけでフォローが大変だったんだよ。なんとか案件継続ってことで時間もらったけど。で、当の本人は自覚も反省もなしか。お疲れ、カフェイン決めとく。で、あのおっさん、年がどうとか言ってさ、失礼よね。その他もろもろ仕事ができないどころか足を引っ張りがちなわさびさんの傍若無人さに、いよいよ部内でもクレームが出まくっていた。しかし、まあまあ、わさびさんも未経験でこれから覚えていくところなんだ。温かく見守ってあげないかな。現社長は彼女に注意するでもなく、配置替えが行われる気配もなかった。それどころか。ねえねえ、ソラさん、エンジさん今彼女いないのよね。私なんてどうかな。そういうのは本人に聞いてくださいよ。仕事してください。それよりも。ソラも言われたの？エンジさんと付き合えるように協力してねって。わさびさんに。うわ、似てる。協力も何も女子小学生かいっつーね。そんなことよりいい加減ミスなくコピー取ってほしいんだけどな。私たちもだいぶ疲弊していた頃、あの人が戻ってきたのだった。ソラ、みんなお久しぶり。くるみさん、アルシャへの出向今日で終わりなんですよね。お帰りなさい。くるみさんいない間心細かったんですよ。ほんと、ただいま。わさあの人は。ああ、くるみさん、数ヶ月間 R 社に出向して技術指導してたの。人望も厚くて、才色兼備ってああいうことを言うのよね。私と同じ空気を感じるものね。なるほどね。あのくるみさん、久しぶりですし、今夜は美味しいもの食べに行きませんか？わさ、あら、いいわね、ぜひ。じゃあ早速予約を。ディナーデート。何人くらい来られるかな。設計部のみんなと飲むの久々で楽しみ。みんなで。出向お疲れ様のみじゃないの？また気づかれずに空回ってる。エンジさん、まだくるみさんに惚れてんですね。あの女に、エンジスワンが。仕事できるキャラだけでなく、エンジさんまで取られてなるものですか。それからというもの、あれ、このデータ、え、出
出力データが破損してる？私がさっき確認した時は開いたんだけど、他の機材で何とか試したんですけどダメみたいです。あ、そのデータなら午前中にコピーしたやつここにあります。わさびさん助かるわ。そっちのデータを使わせてもらいましょう。くるみさんが開く時に何かしちゃったんじゃないですか。どうぞ。心当たりはないけど以後気をつけるわね。ありがとうわさびさん。また別の日には。おい、一番最後に銀行員使ったの誰だ。まだ返却されていないようだが。あれれ、朝くるみさんが持ち出してましたよね。おかしいな。でもお昼前にはジムの子を通して返却したはずで。本当ですか。くるみさん毎日多忙そうだし記憶違いとかじゃ。なんで。本当は私がこっそり持ち出して隠したんだけど、後でもう一回戻しておけば大事にもならずセーフセーフ。空は見た。わさびさんはどうにかくるみさんの評判を落とそうとかなり躍起になっていた。あの社長、わさびさん誰から見てもトラブルメーカーになりつつあるんですが、証拠も証人も揃っちゃってます。めっちゃヘイト溜めてます。正直あのジャミジャミ世間知らず即刻首切りたい。そう、接待ゴルフの帰りにあんな約束しなければ。ゲンくん、え、わさびお嬢さんをうちの社で。いや、自分のところで雇おうと思ったんだが部下が猛反対してな。融資の件増額するからさ、一つ頼むよ。絶対ダメです、社長。っていうか断る選択肢は君んとこにないよね。今貸してる額も別にすぐ返してもらっていいんだよ。いや、雇いましたのは喜んでい。会社の今後のためにもわさびさんにはまだ設計部にいてもらう。いや、なんでですか。社長はダメだな。例のわさびさんの父親に逆らえないんだろ。でもこのままじゃ。社長が何も変えてくれないなら私たちが変えるのみよ。そう、仕事をね。アディオス。アディオス。マッツラ。なーに。それを契機に中堅以上の有能な社員たちが次々と辞めていった。うわー、このままでは今期も赤字。借りる先をさらに増やすしかないのか。一方その頃のわさびさんは、わさしやっぱり人の下で働くの向いてないみたいで、なんか力が発揮できないのよね。やはりお前は俺の娘。人を動かす側の資質が強いんだな。はあ、お嬢さんを役職に。そうですよ。これほどの資質の持ち主にいつまで平やらせるつもりです。申し訳ない、そのお願いはちょっと聞きかねます。ゲンさん、この後に及んでまさか断るなんて。ちょっとね。その数日後には、え、ゲンさんとこ破産申告して夜逃げ。はい、かなりの期間無茶な操業をしていたようですね。うちからの融資分についても返済の仕方を検討していただかなくては。パパ、私の職場なくなっちゃったってこと。エイジさんは。まあ心配するな。うちの会社でわさびを雇ってやるから。そうだ、ついでにそのエンジ君もスカウトすればいいんじゃないか。こうして鉄社長は部下の反対を押し切り、わさびさんを自分の会社に入れ主任職に迎えた後、エンジさんから聞いた。なぜか俺もやたら好待遇で迎えられてしまった。いいのかな。それから特に音沙汰なく数ヶ月後のこと、私は同じ業界の別会社に転職していた。持田成功の人も来てるかな。急がなきゃい。うわー、ちょっと気をつけなさいよ。すみません。あれ、わさびさん。海ソーラーさん、急いでるから。じゃあソラさん、ちょうどよかった。一緒に上行きましょう。あの今鉄社長の娘さんが。ああ、わさびさん。鉄社長のところの子会社に勤める久米さん曰く、わさびさんは主任職に就いたものの案の定壊滅的に仕事ができず、ほどなく他社員のボイコットにあったらしい。部署が丸々一つ機能しなくなったらしいよ。自分の会社がピンチになって、ようやく自分が親として盲目的になっていたと気づいた鉄社長は、このままじゃわさびも俺の会社もダメになる。というわけで決めたぞ。家から出て学生と一緒にバイトからやり直せ。で、今は鉄社長のとこの孫会社で運送系のバイト中だそうだ。ちなみにエンジさんは、社長の娘ってことでこれまで強くは言えなかったんだけど、俺まだくるみさん諦めきれないし、そのジャミ声もぶっちゃけちょっときつい。もう上司でも同僚でもないから気を使うこともないよな。というわけでアディオス。そんな、エンジさん行かないで。というわけで晴れて後ろ盾も彼氏候補も失ったわさびお嬢様だった。うー、月任せが寒い。なんで私がこんな暮らしを。バイトの給料も
みじゃみ娘、なんでここにいるのや。お前とお前の親父のせいで俺は家も差し押さえられたし、妻子には逃げられるし、あんたに人を使う才能がなかっただけでしょうが。私だって実家を出されてこの通りなんですけど。おい、うるせえぞ。キラキラもちゃんに、さんもちゃんに、罵り合う声がこだまする、わびしい夜だったそう。